バリ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 。じゃあお前ら車乗ろうとしてるな。ちゃんともうちょっと援護してほしいな。おっそすシリアルクリーナーズ続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ人狼ゲーム続いておりますが、残るアリバイ説明するのはサイコとラティの2人なのかな。ってことでサイコさん行こうじゃないの。ゴミカス、うん、それが俺の人生。頭悪そうやな。何？同性のこと？何が？名前はサマンサ。重度の双極性障害持ちでちょっとうざい。やめたれ。躁うつ病的な感じか。結婚式からはぶられるのマジありえない。すげえショック。うん、だからこのチェーンソーを下ろしてくれないかハル。できない、俺が安全じゃなくなる。みんな銃やけどな。みんな銃向けてんのにお前だけチェーンソーやねんな。俺をけだものかなんかだと思いやがって。でも自分でゴミかすって言ってたでお前。いいの、ゴミかすやったらいいの。けだものの方がまだマシだと思うけど。プロの証言、うん、サイコのアリバイどうなんでしょう。ん、99年ニューヨークイーストリバーボスやね、あれドンレイナって。ドンレイナプロを雇いビッグジョーバタグリアを刑務所から脱学させようと試みた。だが逃走は失敗に終わり、ブルックリン橋の中心で銃撃戦となってしまった。ビッグジョーが生きてここを出るにはあの男を信用するしかない。なんぞ。すごい銃撃戦やったんかな。車も大量にあるけど。お、かっこいい感じの仮面つけて。お、ジェイソンやんけ。ははは。ってことでビッグジョーを脱出車両まで連れていく。脱獄失敗したと思わしといて、なんだかんだサイコの力で成功させるってなお話なんかな。途中の死体はじゃあ無視でいいんかな。スルースルスルー。何これ、チェーンソー。え、ここチェーンソーはちょっと やばない。音が、はあ、そっちまで行ってくれんやったらいけるな。ほら、いや絶対聞こえるけどな。これが聞こえねえってんだから、やべえわ。札の豚箱、一応途中で札を仕留めてできるってことやね。これ何、なんか証拠品かな。一旦この辺置いといて、これも投げれんのかな。これも投げれるな。じゃあこの証拠品を使って、
あの警察にうらってやって、こいつをここに入れる、こういう感じでやったけってことよね。ただビッグジョーがえ道中に死体はいっぱいあるけど、それどこどこの死体、それ警察を寝かせる、おらチェーンソーじゃ聞こえんか、下のハゲヒゲめちゃめちゃ広いな。さっ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 さ、警察官とかを倒してもそいつを片付ける場所がないと困んのよな、今までのパターン。切る、うーんすまんな、バラバラにさしてな。それでだはっはっってなって、この警官を処分する場所がないと意味がないのよね。処分する車、ほら全部が全部できるわけじゃないんやんな。やからこのエリアどうやって行くの？え、あのノイズか、やばい、起きた、警官起きる、警官デイン、こらめっちゃ戻されたってことやんな。途中まではだから行けるけど、ビッグジョー脱出車両まで あそこどうやって行くんやろ。ここ降りたら裏側に、いやそういう感じでもないぞ。なんかノイズオンってやってもこっち側から回ってくんのかい。いやお前も来んのかい。ビッグジョーどうしよう。あちゃ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 あちゅん、もうせめてもうちょっと近いところでセーブしてもらえませんか。なんか攻撃する術を持っとかなあかんくない。こいつチェーンソー人には全然、生きてる人には向けへんからさ、これ切って、うん、これでここ歩いたりとかできない。な、登ると落とすのよな。うん、あんじゃなくて、あこれいいの、これオッケーな、あそれいけんのお前、このクソダメの町からお前が来るとはな。だよなボス、どういう状況。あ俺の息子と同じことでもしようっつうのか。あポーリーはいずれああなる運命だった。うん、お前を助けるためにここで掃除機かけたら、あこいつら味方なんか全員、そういうこと。あ全然何もしてこへんわ。じゃあ掃除機こうかけといてあげんな、そういうことか、ね、こんなにあライフル持ってるやつどうせ言うねん思ったか。脱出車両ってどこ
脱出車両ってどこですか。あ、お、なに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 、お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 、ダダリオに連絡しろ、わかるか。ダダリオ、電話ボックスはあっちだ。どこ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 、電話ボックスどこ。取ります、取りますね。ボス危ない危ないボス。はい、行きましょう。ボスを投げたりはできひんもんな。こっからはしご登れへんよな。登れへんな。ってことはからちって、まだでも警戒いんで、すげえ距離でのほほんと警官歩いてるよね。いや、こっち行けへんのかい。あ、ボス終わりました。ただいまボス。な、聞いた聞いた。せめてその会話終わったところからにしてくれ。脱出車両、ライフル欲しいな俺も。で、打ち合いになって、あの棒立ちの警官は倒れた。へい、電話ボックスはあっち。でもこっちからはいけないんでしょ。援助要請。ボス一旦無視でいいんかな。ボス一旦無視して、あ、いけそういけそう。ブルックリン、うん、ビッグジョーの命令です。うん、なんかバンが来て、ゲットオーバーヒア。あ、これを繰り返していけばいいってこと。ヘイユー、あ、強、ナイス。撃て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 、そうだ、下手くそ、早倒せ。え、何しようそこ、倒した、遅えな。で、まだいるで。こ、そうそう、よー、ナイス。なんだ、簡単じゃん。処分って書いてるけど、ここでいいかな。ボス処分、ボス処分しました。で、証拠品3つ、これを入れればいいんかな。あ、ごめん、あ、ごめんごめんごめん。あ、あ、誰が争ってる。死体は一旦無視でいいのかな。っていうことならもう全部、あ、あ、どっち。もう一瞬敵か味方かわからんね。こういう証拠品を、あ、いちいちここ開けなあかんのかい。チェーンソー、チェーンソー、あ、ちょっと、バリ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 。じゃあお前ら車乗ろうとしてるな。ちゃんともうちょっと援護してほしいな。これでもあと証拠品もう一個っていうタイミングぐらいで出てきたりせえへん、向こう側の援護みたいなんが。大丈夫、回収、あれ完了や。マジ、こんなに死体大量にあるけどほったらかしといていいんかな。めっちゃ簡単やったやん。ノイズ、ノイズ鳴らしといたろう。大丈夫、これアリバイになってねえみたいならへん。なんか警官おるし。どこだ、あちゃあちゃあち、行き過ぎてた、ここでした。ずらかれる。
あれ早っ。マジ？うん。この町から出て行き。いいんですか？他のキャラに比べてめっちゃ一瞬で終わったんやけど、こういう意味も含めての最高？あ、時間進んだ。ほんまにあんなきゃったんや、あいつ。聞きたいことは？文句は？お前だけなんかサボってませんかっていう感じはした。信用できる。俺はお前の味方だ。いつもそうさ。大丈夫け？あ、ほんまに？なるほど。確かにこいつは嘘つくの下手くそそう。ってことは次。触れたくない件についてあえて触れようと思っている。みんな自分の潔白を証明しようとしていた。次はお前だ。クソみたいな人狼ゲームのプレイヤーってのは他の奴らを互いに仕向け合い、自分は生還してる。でもボブも喋ったから、ボブの方向いてるけど、あとアリバイ喋ってないの。そうそうそう、ラティだけよ。サイコ向いてる方向が違うよ。ってことでこのまま行こうか。かわいいわ。ラティネはアート業界で成功してる。クリーンな金が手に入って私らが邪魔になったとか。自分で汚名返上くらいできるって知ってるから。とりあえず最後に博物館行った時のことを話してくれ。その後最終確認。ということで次はラティ。ニューヨーク、ハーレム。金目当ての犯罪が失敗するだけでもよくないが、マンハッタン最大のマネーロンダリングが関わるとさらにめんどくさい。トップの奴らは後始末のためには金は惜しまないそうだ。まあラティは芸術の世界に関わりたいそうだからな。アートギャラリーポモ。駐車場入りまーす。あー、やんちゃな止め方。そうやね。間違ってたらとんでもないことだね。ドアの開け方は？どう思う？今回は死体4、証拠品5。死体を漁ってパスコードを探す。ちょっとなんかいつもと違う感じ。サイコに比べるとやることは多そうやけど、まあまあまあ、ここは上がれないのね。エレベーター乗りまーす。まずは1個上の階、いきなり地。警官とザッ。インタラクト、何やそれ。向こう側行ってみな、分からん感じかな。さささささ、がまずは鍵か。鍵開けえの、ここ開けえの。なんか分からんけど一応処分して、よし。いやー、このキャラはでも意外にね、身軽やからプレイしてて楽しいってのはあるのよね。
ささささささ。な、降りれる。あ、そんなとこも登れんや、こいつ。いいですね。証拠品。でも証拠品を持ったままはさすがに登れへんやな。よし。ふぃーん。ふぃーん、ふぃーん、ふぃーん、ふぃーん。ああ、いい感じ。綺麗。綺麗、さっぱり。めっちゃ見られてる。危ない。さっ。これぐらいみんなな、他のキャラもアクションできたらいいんやけどな。あ、くそ。力いけそう。そこに死体あるな。探す。何にもなしか。あ、ちょっと、あ、つつ。大丈夫。俺なら逃げれる。はい、見つからない。死体最終的にでもどっか片付けなあかんやんな。ああ、終われと終われと。閉める。どうも。あ、ここに来んのか。やばい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 。はっ。セーブして。よし。じゃあ一回あの階はほっといて。さらに上。変なギャラリーに来ましたな。すっすっすっ。景観が多いな。いただきます。失礼します。一旦先にこの辺掃除しときます。いけるだけいっときます。よし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 。はい、乗る。いいんですか。 OK。地下駐車場は誰もいませんけど、いいんですか。ズン。開けた瞬間に出てきそうで怖いな、ここな。はっ。一回探さなあかねえな。だっだっだっ。今のわからんのね。乗れたと思ったのに。この辺ちょっとだけ残ってまして。探す。運ぶ。これなら間に合う。これは見られてない。よし。死体を漁ってからしか担げへんように一応なってるっぽいね、今回は。頼もう。どうする。そっち行く。まあそこも乗り越えれちゃう。まっ、ノイゾン。さっ。ノイズが鳴ってるうちに、この辺全部掃除。多分いけた。で、下にもこれ降りれるっぽいね、ジャンプして。あそこも一応掃除しておきたいけど、いける？うわ、二人とも来よった。見るな、こっち。あー、うまいこと掃除させてくれへんな。そこ掃除したいんですよ。
はあ、はあ、この距離微妙。掃除。うっす。アホ。よし。よし。よしよしよし。いいよ。はい、気持ちいい。オッケー。これでもうこの回はほぼ。おっ。そっち行くの？警官の方。そっち行くんや。じゃあ今のうちにさせてもらうね。助かりました。あーちょっと待って、遮るもんが全然ないやんこの辺。さあさあさあ、よし。は、一応見えてんのかこれ。カウンターになってんのかなここ。建物の感じがちょっとまだよく分かったな。は、あれ、あ、こうか。バカね。ささささささ、ぽい。さささささ。Hey you, stop！ 言われてるけど、はい大丈夫。さささささささ。さ。ここ乗るとなぜかあいつら向こう行くのよな。AI がアホなんかな。どうも。よし。これでこの子も多分行けるから。はあ。いい感じですよ。ボブとバイパーが一番大変やな。よし。まだでもあと死体3つに証拠品3つか。パスワードがまだ出てきてねえし、そこもやな。あはん、上です。の階はあっちにちょっとだけ血が残ってってるけど、ほぼほぼいけてる。可動なんかあんのかここ。どうも。あ、違う違う違う、何のために。あ、違う違う違う、この可動エリアなんや。そこに敵を挟むのか。完璧、完璧です。うん、もうほぼこの回いけてるよね。なんかあるかと。うん、見ないで。こっちは死体があそこ、そういえばあったな。あれよ。さっ。ささ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 さ。証拠品と、あの水の中の死体？それをどうやって持っていくのか。切り返すんかい。よし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 。で、落とせる。ってことは、死体も多分、いけるな。オッケー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 。ここで、ほい。下はどうなってるか知らんけど。一応これで、はっ、いけてるね。いいね、この、しなやかな動き。全員こうでやってほしいけど。さあこれで死体落ちている。オッケー、一気に2つ
進みましたよ。あと気持ちこいつ足速いよな、気のせい？プレイしやすいからすごい助かるけど。チーン、死体があと1つ、証拠品は2つ。どれや、証拠品はそこに1個あるよね。はっ、ははは、うん、じゃあこれ持ってしました。一番上の階俺まだ行ってなかったっけ。ほれ行くぞ。うん、あ、ここは来てねえな。そこにしたいってことはそれにパスコードがあるはずってことよね。証拠品もある。じゃあこの回だけやな。とはさっ、死体を漁ってパスコードゲットできたけど、なんて書いてたのかは読めへん。これ動かして、今よし、下に参ります。隠されたブツっていうのがどこにあるかやな。へーい、ほれ、あと1個。ズズン、もうちょっとお掃除しときたいけど、結構警官が来る。うん、はっ、でも身軽やからいい。そっか、ファックポリスをこの辺書いといたり引っかかってくれる、落書きに夢中になってくれれば。証拠品も取らねば危ない。それもらいます。あ、危ねえ。あれ、証拠品がなくなったぞ。バカめ残念映画でよくあるやつやね。ギリギリエレベーター乗れました。よし、あとは隠されたブツどっかに、あ、あの階か、この上の階は。じゃあもう大丈夫なのかな。ファックザポリス、もう一個書いといてある。それで引っかかる警官もどうやと思うけどな。あそこの地適当でもいい？ちょ、ちゃんとほれ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 、綺麗になったで。全部の地ほぼいけたと思うけど、何にもマークが出んかったからもう無視でいいんかな。さあ、ほんでここか、謎のエリア。いろいろ押して、んー、それどこ？警報鳴りました。ささ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 さ、入ったよ。インタラクト、インタラクト、インタラクト、あ、完了したっぽいけど、扉の前にたむろされてるんですけど、逃げれる？これどっか行ってくれる？さっ、3、
今回はどっか行ってくれた。これでエレベーターが使えないけどってことやな。オッケー、全然いけたわ。よし、うん。怪しい事務所権力者、軍事投資へとつながっている。地面に点々残ってますけど、そこはいいのね。あ、間もなく24時。うん、ファックファック言うてますね。But can we please not provoke each other while at gunpoint? Oh, how cute. This your first time at the wrong end of a gun, Mr. Big Shot Fixer? Wow. Could it be that a stuck-up artist has more experience with staring down the barrel? Lati. You've seen some deep shit. Got used to the smell. クソの匂いにも慣れてしまった。I trust you. Entering Y2K as the queen of クソ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 。Does the title come with crown immunity? 世紀末をクソの女王として迎えるとはね。うん、どういうこと？結局、あれ？夜が更ける。え、ラッティが、どうやら裏切り者が割れたな。わかった。え？いや、ラッティじゃないよね。まだ誰かわかってないよね。黙ってないで。なんか言ったらどうなんだ。ん？逃げられないよ、師匠。俺は死に損ないのクソじじい。うん。実は裏切り者おらんとか？騙されてる？ボスとかに。うん。どうなの？What were you thinking? Figured you'd sell us out to pigs and be done with it? Then what? Fuck off to Bermuda? Huh? Speak! さっさと吐け。あ、もう済んだことだ。どうなの？You don't get to choose how this thing ends. あら？どういうこと？あ、ハッピーミレニアム、2000年になりました。ハッピーニューイヤー。あれ、なんか仲良くなってない？あ、これはどうなってるんでしょう。あれ、ボブ？誰が最後やる？え、まさか裏切り者はボブでもって、それを倒して今から誰かがボブの掃除をするっていう、そんな流れ？おっと、これはどうなんでしょうか。じゃあアリバイ話、最後少なかったからな。お前で行こうか。最後の旅、どうせなら終わらせないと。行けるか？死体をボブの車に運ぶ。足音でかなんか、いつもより。行ってくるな。俺が行っていいやな。ボブ、お前ロバート、シー・リーナっていうのが本名な。運ぶ。ぽい。掃除機はかけれないね。じゃあ、このまま。これいろんなところでこうやって落としといたら、いろんなところに血がついたりとか、そういうわけではない。せっかくやし、ちょっと、この家、いろいろ見て回ろうかな。どうしよう、これですぐ終わんのかな。
死体をボブの車に運ぶ。あれ、みんなもう外出てる？あれ、さっきおらんかったっけあいつら。ちょっとボブ待っててな。ちょっとボブごめんな。あ、おらんわ。いつの間に先回り。ごめんごめん、すぐ車に乗せたるからな。ちゃんと火葬か土葬かなんかしたろ。ボブの車に入れる。俺らの時代は終わった。どうしようもなかったのよ。パソコンの電源切ってもいいわ、もう。あられ、急に終わった。ラストの片付けやから、ラストなりのなんかがあるんかなって思ったら、特になんもなくお話終わってしまいました。早送り。これでシリアルクリーナーズ一応クリアっていうことでいいのかな。最後あんな感じな終わりでよかったんでしょうか。ボブのアリバイどこがあかんかったんやろ。あんまちゃんとそういうとこ注目して俺見てなかったけど、帰ってきてしまいました。続行ってやると、あ、もうこっから。じゃあ完全に終わりですね。なんか最後あっけなかったな。ということでシリアルクリーナーズ無事クリアできたようでございます。まあ死体をねお掃除するっていうことで、なかなか面白みのあるテーマではございました。まあ道中ちょっとこうステルスしながら敵を殴ったりとかはできないっていう部分が、まあ、ちょっとストレスに感じたりするところもありましたけど、あくまでも自分の手で人は殺めず、自分は死体を掃除する、証拠を隠滅するっていうところに特化したゲームということでございますので、ああ、そういう楽しみ方ができるゲームと思えば非常に面白かったと思います。途中でどうしても殴りたくとかなったけどね。まあそれは個人的な意見ということでご了承いただければと思います。ということでシリアルクリーナーズはこれで終わりです。またこんな感じのゲームやっていこうと思いますので、よかったらまた来てください。ということでご視聴ありがとうございました。また何かしら他のゲームでもお会いしましょう。それではまた。よろしくどうぞ。